1900年頃の教会学校、ネイティブアメリカンと白人たち、オクラホマ州インディアンテリトリーにて、2008年の教会学校、イリノイ州シカゴにて、教会学校、日曜学校は、キリスト教教会、仏教寺院が日曜日などに幼児や児童を集めて行う教育活動で後に、それぞれキリスト教会、仏教の各宗派が採用し普及した。 1780年、イギリスのロバート・レイクスが個人的に宗教教育、道徳教育を施したのが起源である。プロテスタントと正教会においては、現在は救世軍など一部を除いて教会学校と称されるのが一般的である。カトリック教会では現在でも日曜学校の名が一般に用いられる。 セブンスデイアドベンチスト協会は土曜日に行うため安息日学校と称している。バプテストや SDA、ホーリネスなど一部の教派では成人に対しても行われている。児童向けの内容は教派内の成人の監督のもと、聖書や教会に関係のある絵や工作を作る、賛美歌を歌う、子供用に書き直した聖書の物語を聞くなどの活動を行うものが多い。 中学生以上を対象とする者については、通常の聖書を使い短い説教や証を行う。これを、成人向けの総長を礼拝として扱う教会もある。日本のエキュメニカル派、リベラル派においては、不況、伝道のため、また少子化で信徒の子供が少ないため、一般人が気軽に足を運びやすいようなバタや、ハロウィン、753、節分。 節句など多宗教に由来する行事を一見、宗教性が見られないとみなして、行事を行う教会も数多く存在する。一方、福音派では、これらの行事は、異教の偶像崇拝として異端視されることがある。読み書きの勉強やキャンプ等の野外活動は、いずれの教派でもなされる。教団によっては、教会学校指導の専門職、キリスト教教育主事を置く場合もある。 日本キリスト教団では、聖和大学で主治の要請がなされていたが、2013年からは、幼稚園教諭や保育士養成機関である、教団関係学校や、教団立並びに、教団認可新学校での単位取得によって、受験資格を与える制度へと転換された。チャーチスクールという言葉は、進化論や同性愛など、一般的な学校のカリキュラムに賛同できないものが、 一般校の代わりに、教会付属の学校で異なる方針の教育を受ける、オルタナティブ教育の場を指す場合もある。ホームスクーリングという形態もある。日本の仏教においては、中世における子供の教育を担ってきた寺子屋が発祥とされており、現在でもその流れを組んだ状況である。宗派ごとそれぞれ仏のみ教えを広め近年。 学校では失われつつある子供の道徳教育を行っている。それぞれの宗派により内容は異なるものの、主に主催となる寺院に子供たちを集め、釈迦、如来などの教えを子供に広めることを目的としている。対象となる児童は、段家門と真徒の子供などであるが、寺院の息子、娘の同級生等が集まることもある。 上土新州等では近年従来から存在していた日曜学校を拡充したキッズサンガという活動を行っており、講義には日曜学校の一部とされる。各寺院においては日曜学校キッズサンガの他にサマースクールと呼ばれる夏休みの宿泊型イベントが行われる。ありがとうございます。